しいな。楽しいね。はい、YouTube 皆さんこんにちは。アニマルランドにようこそ。今日ですね、三河湖に来てます。三河湖で、久しぶりにワンコを引っ張ってのライドですね。はい、早速ね、ここはねちょっと上り坂になってます。僕は子供たちを引っ張って30キロぐらい重さあるんでね、ブレーキも効かないんだけどいつもよりね相当早くかけないとズルズル、もう大雨の日に自転車乗ってるみたいな感じ。それぐらいブレーキが効かないです。あ、でもなんか気持ちいいね、すごいね。気持ちいいですね。今回はですね、三河湖に、ね、来てね、三河湖の周りをねみんなでね、ライドしてます。私がね自転車に乗るのはね、去年 の、 あの富士山以来の1年ぶりなんですね。でね、去年子供たちがねカートに入ってね、こうダディがね一生懸命自転車でね引いててくれたんだけど、その時にねナイト君がもうマミーマミーマミーでカートを破く勢いでねすごかったので、見て見て、今日はねナイト君マミーの肩乗り券しております。いいね、いい感じ。そう、もうすごい落ち着いてる、全然動いてないもん。なんか何も乗ってる感が全然ないぐらい、すごいおとなしいです。じゃあ今日はね、こんな感じでね、お天気もいいのでね、ちょっとみんなでね、ライドをね、楽しみたいと思います。ダイヤ君はこっから顔出してるかな、今も。どうだろう、後ろだとちょっと見えないけど、顔は上にあるけど。あ、そう、出してはいないな。あ、今は出してないんだ。メットのとこだね、メットのとこから、メットの窓からみんなの前を見てる。ダイヤだけが前先頭って感じ。他の子たちはなんか連れ去られてる状態ダイヤは運転してる感じ。そうなんだよね、いつもね、ダイヤ君はこう自分から進んでいってる感じになるんだけど、他の子たちはこう人マミーのことが気になって気になってしょうがないみたいなね。でもね、今ね、アクアも前だね。アクアは前から顔出してるんじゃないかな。前の下から顔出してるんじゃない、楽しいな。楽しいね、三河湖。いいじゃん、いいじゃん。車も走ってないし。そう、涼しいしさ、日陰だし。日陰だしね。すごいいいわ、ここは。ナイト君めっちゃ静かなんだけど、なんか息の声も、音も聞こえない。すごい落ち着いてるね。多分もういつもだったらなんかこうハハハハ言うのに、やっぱそれだけで大満足なんだね。もうマミにくっついてればナイト君はもう OK だから。ねえ、湖の周りはのんびりしてるからいいね。そうそう、だからマミにも OK。 でも前の子供たちももう落ち着いてるよ。ほんと？まあ、そんなにもうマミーマミーって、まあ、ノエルの視線は感じるけど、もうダイヤ君はとにかくもうなんか前のめりで前を見てる。ああ、そう。すごいなんか自分が運転してるみたいな感じで。ああ、ダイヤはね。ダイヤはもう最初からそうだよね。ちょっとダディこっちが来ない。今ちょうどドリンク飲んでたもんね。ナイト君、ナイト君、こっち見て。見て見て。びっくりした。ロードバイク乗ってて足を開くってことがないから今すごいびっくりした。そうなの、こうやってやるじゃんテレビとか。いや、だってロードバイクって足がくっついてるじゃん。あ、そうか、ペダルに。あ、だからそういうことがないから今すごいびっくりした。足離れたって。じゃあ動画に押しといてこんなことしますって。ねえ、すごいびっくりした今えってかって思った。普通じゃ起きないことが起きたからさ、前目の前で面白いね。
そうか、なるほどねって感じ。もうみんな前向いてる。あ、ほんと。もうみんな前。ああ、だんだんこう落ち着いてきて進む方を見るようになってきたのかな。前のあの穴に気づいたっていうの。ああ、さっき緩めたからね。めっちゃ顔出しとる。絶対ノエルで、ああ、ぶつかっとりそう。タイヤに。ここの登りはなかなか大変そうですね。カーブは外側を走るのがいいね。やっぱダートも同じだね。こういうグラベルの時もやっぱリン側はへこんでるね。お、舗装路が見えてきたか。舗装路が嬉しいね。そうね、そう、結構あったね、砂利道。結構あったね。なんか砂利道が普通みたいな感じになってる、ね。2、3キロあったような、そんな感じだよね。ああ、舗装路だ。ああ、静かになるかな。涼しいね。うん。川が。川のそば涼しいよね。うん。温度が急に下がるよね。さあ、この辺りはちょっと上りになりますね。だいたい 5% ぐらいの上りです。でも上りって言ってもそんなになんか大したことないね。うん。苦にならない上り。うん、苦にならないね。喋りながら登れる。そう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 。うちの裏の道の方がもっと上りだよ。あれ、あそこも 5% なんだよ。本当？うん、同じぐらいなんだけど。前登った。やっぱ基準的なもんなんだろうね、きっと。それがだいぶ前の太ってた時だったからかな。すごい辛かった。さすがにやっぱりね、あの体重が15キロとか落ちると絶対自転車は楽になると思うよ。今まで15キロのもの持って登ってたんだもんね。ナイト君ね、なんか風が気持ちいいのか、ちょっと下りのスピード出ると体をめっちゃ乗り出すんだ。あ、そう。で、キョロキョロ、フンフン、クンクンみたいな。ああ、はいはいはい。なんか自分も前に行かないかみたいな感じで。そう、ここから出ないでねって感じなんだけど。自分も走ってるみたいな感覚になってるのかな。ねえ。あ、ここはね、10% あるよ、坂。さすがにね、10% の坂でね、後ろに30キロのもの引っ張ってるのね、なかなか重たいね、このスピードでも。ググッとくるよ、ググッと。30キロ。ああ、そっか、そのあれもあるか。30キロあんのよ。このカートが13キロぐらいなのかな。で、あと子供たちの重さがあるから。あ、橋渡る。あ、これで北側の道路になりますね。左に曲がります。あ、こっからね。あ、今トヨタ市って書いてあるけど、もしかしてトヨタに岐阜かなんかに入ってたのかな今。あ、その反対側には何か書いてある。何も書いてないな。そうなのかな。あ、けどこの辺は岐阜じゃないか。トヨタ、岡崎市に入ってたんだ。ああ、いや、舗装路はいいですね。やっぱりロードバイクは舗装路ですよね。こっちが暑いね。やっぱりあの南側は木と山で隠れてるけど、こっち側は湖が南側にあるから結構思いっきり日が当たります。ここは出口、入り口からどうぞ。ああ、じゃあその入り口から一回入ってみましょうか。じゃあここ左入ります。はい。お、蛇だ。え、ちっちゃい蛇。怖い。どこ？そこ。本当だ。マジで。あ、猫だ。ほら、猫やな。あ、いや、それ猫はい、今回はね、三河湖ライド、してみました。結構ね、あの平坦な道が多くて、
少しね登り坂とかもあったんだけど、でも喋りながらね登ったりできるようなね感じで、すごい、まあ、初心者の私にとってはのんびりで涼しくて、でなんかいい感じのライトでした。ちょっとねなんか湖の周りのライブをちょっと制覇したいかなと思ったくらい楽しかったです。子供たちもね、特にね、これね、ライトも、もうめっちゃ、なんかエンジョイしてます、私の、背中の上で。すごいライト。腕を出すのがちょっと辛いかもしれないね、そこで腕出してると。斜めに乗っちゃうとそういう感じになるな。だってもうカバンに入りたいって感じだったよね。そうそうそう、カバン出した人が入るってあ、これ僕の入るとこみたいな。ナイト君も見てるかな？みんなも見てるかな？あ、ここがウナギか。もう戻ってきたね。到着ですね。はい、今回はね三河湖、一周してきました。一周13キロ、こうね今ちょうど見えてる感じのところをねずっと行くんですけど、まあだいぶ奥の方まで行くんだけどね、結構ね反対側というか南側の方はグラベルがたくさんありましたね。あ、大丈夫？よいしょ。はい、そんな感じでね行ってきます。あ、ノエル出てきたね。でね、まあ子供たちもね結構ガタガタするんだけど、意外とね落ち着いた状態で、ないとこが良かったね。この子はねいつも落ち着かないんだけど、こう肩に乗ってるおかげでねすごい落ち着いた状態で走っていくことができました。すごい楽しんでたでしょあなたね。そんな感じでしたよ。はい、ではですね今回の動画はこれで終わろうと思います。今回の動画ね面白かったな、参考になったなって方はぜひグッドマークよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方よろしくお願いします。ではバイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなのやこんなの配信しています。チャンネル登録はこちらまで、ぜひよろしくお願いします。